小林秀夫は、日本の政治家、実業家、泉崎村村長。泉崎村で会社を経営していたが2000年2月に、泉崎村村村長選挙に出馬し、時点と46票差の僅差で当選。それまでは行政に携わったことがなく村の財政についてもよく知らなかったが登聴後、財政破綻している村の状況を知る。 バブルが崩壊したため村にある197区画の天皇台ニュータウンがほぼ売れず12億円の借金を抱えていた。職員や村民らと共に自主再建の道を選び村から首都圏に東北新幹線を利用して通勤する住民に3年間の定期代を補助するなどで区画を5年間で半分以上も売り切った結果村の赤字を半減させることに成功した。 2007年12月には4日かけて泉崎村から東京都銀座まで歩き村の住宅団地の販売を PR した。2009年9月18日朝、自宅の布団の中で死亡しているのが家族によって発見される63歳3期目途中の出来事であった。死亡推定時刻は前日17日午後10時30分頃、17日は 会合から午後8時過ぎ自宅へ帰宅し、午後9時半頃就寝したという。死因は心筋梗塞。ありがとうございます。